白川別業は、9世紀から11世紀頃まで、代々の藤原石管家当主により使用されていた別業、白川殿、白川台とも呼ばれる。白川は、平安京都鴨川を挟んで向かい合い、東海道をも通る交通の要衝であった。人身最初の摂政となった藤原義尚が白川の地に別業を営んだのが、白川別業の開始である。 吉草の没後は、元常、忠平と石棺か着流に継承された。11世紀に入ると、藤原の道長がこれを所有して、その没後は、着南頼道が継承して、道長の娘である上等門院秋子が出家後の住まいとした。道長の時代には、初流の藤原成時、近藤も別業を白川に儲けたために、これらと区別するために、大白河と呼んだ。 白川は桜の名所としても知られており、石管家当主はここで観王の会や司会、蹴鞠、競馬などの行事が行われて、天皇の行行もしばしば行われた。観光元年に、花山天皇が花見のために、長元五年に、五一条天皇が伊藤花のために、公平三年に、五霊勢天皇が祖母上等門院の見舞いを兼ねて、 観王のために行行が行われている。情報元連に藤原頼道と上等門院が相次いで病没。このため翌年に頼道の後を継いだ藤原諸兼は時の白川天皇にこれを送った。白川天皇はここに諸兼の実刑学園を置いて寺院とした。保将寺は後に六将寺として知られたが戦国時代末期に廃寺となった。 現在の岡崎公園、京都市動物園周辺がその跡地と考えられている。ありがとうございます。